こんばんは、BR チャンネルです。今回は頑張りすぎないパーティースタイルについてです。今回は4回目です、はい、引き続き小川和さんよろしくお願いします。大丈夫ですかね、これ放送できますかちょっといい感じにね、寄ってきましたしね、楽しいです、はい、楽しいです。あ、これもすごい皆さん聞きたいんじゃったと思います、ね、はい、パーティー慣れしてるイメージですが、頑張りすぎないパーティースタイルを教えてください。パーティーなんかね、全く呼ばれませんからね。嘘大丈夫この質問パーティー慣れしてないですよ別に、まあ、うん、昔はよく言いましたけど、ね、でもなんかちょっとわかります、うん、僕はあのまさにこういったあの趣のある焼き鳥屋さんから、うん、あのグランドハイアットのボールームでやるパーティーまで、うんうん、あの常にあの僕は同じ格好でいいと思うんです、うん、てか僕はそういう格好を自分でもしてるし、うんうん、でみんな結構タキシードとかなんか黒いスーツとかみんな持ってるじゃん。そうそう持ってる。俺持ってないですよ、あの逆にでみんなだからそういう、こう特殊な服を持ってるんですよ、なんかの時用に。普段とそんなに差がないってことですね。そうなんです。だから僕は常に、だからその僕はよく新橋のガードウェル下から、うん、いや楽しそう、あの一流ホテルのパーティーまで常に同じ格好、うんうん、っていう。だからつって別に毎日なんかこう別に赤いジャケット着てるわけでもなくて頑張ってるわけだから、うん、だから普通の格好だから、それで失礼のない格好を常にしてるっていうことですよ、うん、おっ気使ってんなっていう、うん、その驚きを、うんうん、どっかに入れる。 T シャツジーンズの方がジャケット着てたら、うん、おなんかあんの今日っていう感じ、うん、っていう、それリコールなんか、あ気を使ってるんだなって思わせる、うん、だからそういうこういわゆる何不快感を与えないってことだと思うんですよね、うん、頑張りすぎないってことですよ、うん、そう頑張りすぎないってこと本当に、うん、でいろんな人のスタイリングを見て、うん、あいいなと思ったら試してみたりねっていうことじゃないですか。そうですね。ん俺じゃなくて自分で答えちゃった、んって答えてください、答えてください。だからまあそういうことです。なんかちょっと気を使うってことです。僕はただ例えばちょっとした気、あのポケットチーフ1枚入れるとか、うん、入れてない人はいつも、うん、入れてない人は入れるとか、うん、いつも常につけてるものの色をちょっと変えるとか、それこそ、うん、とか柄を変えるとか、あるいはそうチーフを1枚入れるとか、あのそんなもんですよ、うん、で本当にあの、あ面白い話、面白くもないけど、はい、あの何ですか、木梨のりたけさんじゃないですか、のりさんなんかとよくパーティーなんかにあのちょっとお会いしたりする、うん、でのりさんが前に、あやべえチーフ忘れたなんて言って、うん、もうそこにある何ティッシュみたいなプッて入れてる。いやかっこいいでしょ、うん、かっこいい。でもそれって入ってる入ってないじゃ全然違うんですよ、うんうんうん、でなんかあの全くその髪にも見えないし、うん、だからそういうふうなやっぱり自分らしいスタイルを自分知ってで、うん、でまあ、ちょっとした気配りができれば、まあ、どこに行ってもそういう結局要は怖くないってことですよ。だマインドが、うん、その自分がアタフタしないっていうことが大事、うんうんうん、だから別に普通じゃない、あ焼き鳥屋でしょ、パーティーでしょ、何変わんないじゃん、うんうんうん、っていうこと、そういう気持ちを自分が持ってるかどうかっていうことが一番大事、大事、大事です。このチャンネルはあなたのファッションの疑問や悩みにメンズファッション界の大物ゲストの皆さんがお答えするファッション Q&A チャンネルです。あなたのファッションの疑問もこちらのアドレスにぜひぜひお寄せください。こちらのボタンでチャンネル登録してくださいね。毎週水曜日夜10時更新中です。ぜひご覧ください。ベージュのパンツにベージュのジャケットとかって合わないこともあるんですね。わかります。だからなんか取り入れるんだったら1点とか、うんうんうん、ベージュのパンツに白いシャツとか、はい好きです。ベージュのスーツに白いシャツとか、いいですよね、そういう感じは夏本当に
あのだんだんシーズンが上がってきてからやりますね。あとね、セクシーにするんだったら、うん、ベージュの僕たまにやるんですけど、はい、そういうことが聞きたいと思います。パンツに黒いシャツとか、うん、ちょっとでも難易度高いですね、うん、黒の V ネックのニットにベージュのパンツとか、黒合わせると締まるんですよね。